楽天。離れていてもずっと友達だよなんて、言わなくても伝わるかなって思っちゃう。照れくさくて言えないから送るよ。本当に肉が好きなんです。楽天お歳暮冬ギフト。楽天お歳暮っていうと大げさだけど、感謝のギフトっていうとなんかいい。楽天お歳暮冬ギフト、なんかいい。楽天。今年はたくさんの人がお父さんお母さんに会えなかったんじゃないかと思います。あ、もしもしお母さん。会えなかった、だからこそ思う時間が増えた。うん、お元気しようよ。あれ、なんかさ、年末何食べたい？カニ？また楽天お歳暮冬ギフト。カニでいいと？